サンステーションテラス倉敷は、岡山県倉敷市の JR 西日本、倉敷駅構内にある商業施設である。通称、サンステ倉敷、JR 西日本グループの 3OSC 開発株式会社が運営する。当施設は、サンステ岡山、サンステ福山に続く3番目のサンステ店舗として、2015年4月27日にグランドオープンした。 倉敷駅構内の北口側においては、グランドオープン以前から4店舗が当該名称を用いて営業をしていた。倉敷駅においては、1983年に8階建ての倉敷駅ビルが竣工し、ホテル倉敷と共に倉敷駅ビルショッピングセンターレブランが営業していた。しかし、後に郊外へ大型店が出店したことや、1997年に、 開園した倉敷千堀公園が2008年末に閉園したことなどの影響により客足が減少し、いずれも2010年末までに営業を終了した。JR 西日本は2013年2月から2015年3月にかけて駅ビルの3階以上を解体、撤去する、建築工事を行い、新たな商業ゾーンとして投資設を開業した。投資設を運営する。 山陽 SC 開発株式会社によると、サンステはこれまで、上質で、都会的なライフスタイルをコンセプトに、新しいライフスタイルを提案してきたが、投資施設においては、洗練された、上質な空間はそのままに、倉敷で長年培われてきた、伝統文化と、新しいセンスを調和させたモダンな空間を目指すとしている。オープン時、倉敷市内初出店が8店舗。 日本国内初出店が3店舗の全20店舗が開業した。また、ルブラン当時に営業していた店舗が再び入居するケースもあった。駅舎2階の自由通路北側のエリア。駅舎南側の1階と2階のエリア。ありがとうございます。